はい、えー、カバーチャブルカッパ委員長です。さて、じゃあこの動画では、昨日かな、あの、オーストラリア代表選手たちが、ね、この帰国する、この帰国便、JAL、あとその帰国前直前のこの、選手村のね、この部屋で、まあ、暴れて、酔っ払って、 ね、ベッド壊すわ、壁に穴開けるわのランチ騒ぎ。ね、その飛行機の中でもね、勝手にアルコール持ち出して、ね、の酔っ払ってね、ね、うん、で、トイレも使えなくして、散々なことやってくれたっていうお話はね、昨日させていただいたと思いますけども、まあその時もね、まあコメントくれてる人もいたんですけども、実はこれオーストラリアだけじゃなかったんですよ。ね、ニュージーランド代表も随分やらかしてくれてたんですよね。うん。 でニュージーランドオリンピック選手団もこの帰国便で迷惑行為。ね、なんかこうね、CA さんとかにマスク投げつけたりしてね、えー、大騒ぎしてたらしいんですけども、ちょっとこのオーストラリア選手団の場合と違うところが、まあ、いくつかあって、例えば、えー、今のところですよ、ねこのニュージーランドオリンピック選手団、ね、帰国便で迷惑行為。 っていうところしかなんか明るみにね、出てないんで、この選手村の部屋荒らしたっていう話は出てきてないんですよね、まだ。まあなかったのかあったのかちょっとよくわかんないんですけども。とりあえず帰国便で騒いだっていう話なんですけども、あとこの帰国便がね、ニュージーランド航空なんですよね。うん。あの、オーストラリア選手団が大暴れしてね、めちゃめちゃにやらかしてくれたのは JAL、ね、日本の航空会社だったんですけども、ね、このニュージーランド選手団が暴れてくれたのは、まあニュージーランド航空なんで、ね、 あ、なるほどなと。うん。でね、いや、だからいいって話じゃないじゃんって思うじゃないですか。ね。でもね、この記事、この内容に対して、あの、オーストラリア、あ、違う、えー、ニュージーランドの、一般のね、ニュージーランドの人たちのコメントがね、すげえいっぱいついてるんですけども、ちょっとびっくりしますよ、この反応が。ね。 例えば昨日お伝えしたオーストラリア選手団たちのこのんだろう番行っていうんですかね。選手村で暴れた、帰りの飛行機でも暴れた、オーストラリア国内でもオーストラリアの人たちから避難が殺到してるっていう、そういう状況だったじゃないですか。違うんですよ、ニュージーランドは。 でまあ、内容なんですけども、えー、AFP の記事からですかね、えー、東京オリンピックに出場したニュージーランドの選手たちが、ね、帰りの便、帰国便で酔っ払ったりマスクを、ねえー、客室乗務員に投げつけたりしたと、えー、見られることが4日明らかになったと。でこれに先立ちオーストラリア選手団の一部が帰国便で迷惑行為に及び航空会社が苦情を訴えていたっていう話を昨日お伝えしましたよね。で今回はニュージーランドの選手団の話なんですけども、さあ、ここからですよね。えー、ここからニュージーランドの人たちの反応なんですね。 ですけどもね、例えば、ニュージーランドのオリンピアンたちが恐怖瓶の中で酒飲んでドンちゃん騒ぎしたんだってで、次の人、ニュージーランド航空が別に文句言ってないんだったら、別にいいんじゃないのこの記事意味あるの <laughs> で次、俺たちニュージーランド人らしいよな。で次、え何がダメなの何も問題ないじゃん。もっと騒げよ騒げよ。 で次、えー、もしもあ彼らがどんちゃん騒ぎしてなかったら、逆に俺たちがっかりなんだけど、とか、えー、次の人、なぜいつもネガティブな視点で記事書くの <laughs> で次、いいことじゃん。乗務員や機長に対してコンプライアンス守っていればね。うん、マスク投げつけてる時点でアウトじゃないんですかね、これはね。で次の人、オリンピック行ったんだからそれぐらいいいじゃないか、とか。ね、騒いだな王子だと聞いたんだけど、とか。で次の人、王子は日本航空機の中で騒いで、日本航空が苦情を申し立てたんだよ。で次の人、こんなことが驚くべきことなのか 次の人、彼らは何日もホテルの部屋に缶詰だったのよ。えー、私でも同じことしたと思います。とか、えー、私もそのフライトに乗り合わせたかったな。とか、とてもいいフライトだったと思うよ。とかね。 アスリートが飛行機の中で踊ったり歌ったりするなんてなんてスキャンダラスなの笑良よかったね。彼らはきっと楽しんだことだろう。とか。えー、思い出に残ることになったんだろうね。よかったね。とか。お祝いにぴったりの時間だ。とてもいいことだ。とか。楽しんじゃいけないってことなのかなとか。えー、オーストラリアに国外追放しろ <laughs>、ね。まあ中にはそんなことも言う人もいるのかもしれないですけど。 次、私たちの気分を害するものなのでは決してないとか、あ楽しかっただろうね、よかったね、おめでとうとかね、噂や伝聞が多い、映像を見せてみてよ、ね、証拠あんのかよって言ってますよね。次、飛行機の中でパーティーするのは最高だとかね。 えー、これは本当にニュースにするべきことなのかとか、いいね、ニュージーランド人はパーティーのやり方を知っているんだね。とか、えー、ニュージーランドのパーティーに招待されなかった人が怒っているんだね。まあ、こんな調子なんですよね。<laughs> いやー、関わりたくないっすね、マジで。<laughs> まあね、こんな調子なんで、まあもちろんわかってますよ。ねニュージーランドの人がすべてこんな調子なのか。 ということではないのはね、分かってますけども、でもね、このコメントのボリュームと、ね、そのな内容っていうのかな、この賛否両論だったら、まあ、半々ぐらい、うん、になるけど、そうじゃなかったじゃないですか。ね、あ、基本的にやっぱこういう調子なのかなって判断せざるを得ないのかなっていうのが正直なところですかね。うん まあ、C で言えば、さ最初言いましたけど、この選手村施設のね、この破壊して回ったり、ね、そういうことしてない分、ね、オーストラリアの人よりはっていう、ただそれだけ、次元っていうかレベルっていうか内容的には変わんないっすよね。うん。だってね、この飛行機内のことでしょね、この機内の秩序って <laughs>、いや、命に関わることなんじゃないんですか <laughs> うん。 まあでもよくよく考えたら、まあんまこういう言い方はしない方がいいのかもしれないですけどもね、そもそも日本がね、この海外の方々を、我々日本国民と同じレベルで、えー、同じように常識、日本の常識、世界の非常識ってよく言われてましたけども、その辺がやっぱりね、うん、感覚的になんかまだやっぱずれてるってことに気づいていない証拠なのかなって。 うん、だからまあ、我々日本国民の常識をつい求めがちだと、だそう思ってる、その発想がそもそも間違いのもとなのかなって、まあ、改めて気づかされたっていう理解でいいのかなってところですよね。例えば、この選手村のこのアルコール無料だったらしいんですけども、ね。 そんなんかも結局ね、彼らはね、この加減知らないから限界まで飲んじゃうんですよ。ね、なくなるまで飲むとかさ。ね。だからまあ、ちゃんとやっぱ制限つけなきゃダメなのかなって。うん。だって日本国民だったら、えなんかこれ、例えばさ、無料で食べ放題とかなんかそういうお店とかあるじゃないですか。えこれ全部無料なんだって。うえーっつってね、もう底尽きるまで食ったり飲んだり、はしゃいだりとかってやります普通やんないでしょもうこの人たちやるってことですよね。うん。 まあだから改めて基本的なこの考え方、ね、捉え方ってやっぱり国地域によって随分違うんだなってことが改めてはっきりしましたよね。うん。なんかね、遠くの国ではっきり言って良かったんじゃないですかまだ。ね、これが隣国だったらもう <laughs>、大変だよもう、隣国大変なのばっかなんだからすでに。うん。まあ、なんだろうな。 まあ昨日のオーストラリアの人たちの対してもそうだし、今回のニュージーランドもそうですけども、選手村ではね、この日本に対してね、この感謝の言葉なんか書いてくれていたからね、この差が激しいよね。なんか、残念でならないですよね。帰る時にこう、ハメ外しすぎですよ。うち帰ってからやればいいじゃん。昨日も言ったけど。家に着くまでが遠足なんですよ。オリンピックなんですよ。うん。 まあもちろんわかりますよ。選手たちもね、このなんか、努力が報われた、あまあそうでなかった人もいたかもしんないですけども、ね、まあやっとね、このなんか緊張と、ね、慣れない日本での競技と、ね、このなんかあー、要は国の代表で、えー、選手、ね、試合に臨んでるから、やっぱプレッシャーもかかったし、それから解放されてね、うん、騒ぎたくなる気持ちがね、全くわかんないわけじゃないんですよ。わかんないわけじゃないんですけどもね、うん。でね、 えー、その一番、なんかねえっと思ったのはねまあその選手たちのその蛮行それ自体に対してもそうなんですけどそれをね全く咎めもしないこの国民たち国民性っていうのかなこのニュージーランドの人たち。 これにちょっとね、ドン引きしましたよね。<laughs> だってあの、昨日のオーストラリアの人たちは、このオーストラリアの人たちから避難が殺到してたんですから、オーストラリア選手団のね、この選手村と、この飛行機内、ね、JAL の機内で暴れたことに対して、オーストラリア国内でオーストラリアの人たちから、けしからんという声が上がってたんですよ。でも今回どうですかね えー、とりあえずまだこのね、一つ、えー、このサイトっていうかニュースっていうかそのコメント、うーしか、あの、確認してない。あ、あれですよ。別にはその、 ニュージーランドの人たちのこのコメント、これ一応上から下まで確認できる部分はね、この順番にね、全部お伝えしましたんで、ね、このなんかこう、能天気な感じ、ニュージーランド選手団擁護するコメントだけピックアップしてお伝えしたとか、そういうことはしてないですからね。うん。本当にこんな調子だっていうの、もうそういう風に受け取らざるを得ない、えー、様子をそのままお伝えしたんでね。だからもうそこにちょっとね、呆れるというかね、えそんな感じなんだって、びっくりしましたけどね。うん。 一応ね、このニュースね、ね扱っている、この、なんていうのかな、この、あまあ、ポータルというか、まあ、サイドというか、ね、いくつかあるんですけども、ね、どこも似たり寄ったり、こういうコメントになってるんですよね。うん、たまたまじゃないんですよ。やっぱり基本的にこういう調子みたいだなって思うんですよね。うん、だからそれも含めると、なんかがっかりですよね。まあ、がっかりというか、ね、うん、やっぱり国、地域によっていろいろなんだなって、うん、我々日本国民の感覚から言うと、残念ですよね。うん。 まあただちょっとね、この残念なままこれ終わりにしちゃうのはなんかもったいないとかあれなんで、全然違う関係ない話していいですかね。このスポーツクライミングとこのお台場のこのガンダム、ね、実物大の、えっと今ユニコーンでしたっけ。これのなんか、コラ画像大会 <laughs>、みたいなことになってて。 なんかその画像がちょっと面白かったんで、その画像だけ最後ババババッと載せときますね。うん。なんかちょっと面白いんで、まあ最後ちょっとなんか、これ見てニヤッとして終わりにしましょうか。<laughs> ということで今回以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。